情報学研究所の水本明則と申します。これから UPKI 電子証明書発行サービスの概要についてご説明をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。毎度この図を出しているんで、この絵を出しているんですけれども、新しく電子証明書を始めましたということで、これまでもですね、NII でサーバー証明書の発行というのをやっていたんですけれども、先ほどの説明にもありました通り、今年からですね、新しく電子証明書の発行サービス、サーバー証明書に加え、他のものも発行できるということで、電子証明書の発行サービスを始めております。まずは簡単に概要です。調査検討の結果、ちょっと前にアンケートを実施させていただいたんですけれども、その結果を踏まえまして、NII の事業として提供ということになりました。前身であるプロジェクトでは、期限を区切って実施しておりましたので、いつ終わってしまうんだろうか、この書かれている期限通りに終わってしまうのかなという気にする声が当然あったんですけれども、これをですね、有償の事業としまして、安定的に提供を行うことができるようになっております。でまた提供する証明書の種類ということで、前はサーバー証明書のみだったんですけれども、これからはですね、クライアント証明書とコード署名用の証明書、この3種をご提供できるようになっております。でサーバー証明書については追加ドメイン、これまでは機関が持っている例えば .ac.jp ですとか、認められてももう一つ .jp ぐらいのものだったんですけれども、ドメインの制約というのを大幅に緩和をいたしております。ということで、証明書についても拡張され、サーバー証明書についても拡充されたサービスであるとお考えいただければいいかなと思います。でクライアント証明書、コード署名用の証明書も提供開始しております。で4月から発行できるようになっております。でまた有償と申し上げましたけれども、費用が発生いたします。で OB 証明書なんですけれども、発行枚数に制限はなし、で組織の希望ごとに段階的に設定の定額制ということになっております。で追加ドメインを先ほど緩和したと申し上げました、ドメインの追加はドメイン単位での追加の料金を設定させていただくというふうにしております。で一番下、クライアント証明書、コード署名用の証明書は当面無料としておりますが、クライアント証明書、これはですね、それとコード署名用の証明書は、しばらくは普及啓蒙、新しく提供するものですので、実際にどういうものなのか、どんな使い方ができるのかということを皆様に発行していただいて、考えながら使っていただくということで、普及啓蒙のフェーズであるということで、現在は当面無償というふうにしております。ということで、サーバー証明書について課金が発生しているとお考えいただければ結構でございます。でこれが、サービスの申請から証明書を実際に発行して使うまでの図といったところになります。右上、サービス利用期間、期間からスタートしまして、期間責任者はまずは学内の体制を整える。で整った後に、サービス利用の申請を事務局に対して、事務局とかの場は分かりやすく書いておりますけれども、NIA に対して、利用の申請を行って、その承認を得ると。で承認が下り次第ですね、こちらの方で証明書自動発行支援システム、後で説明させていただきますが、こちらに機関が証明書を発行できるようにいろいろな情報、それから担当者の情報を登録させていただいて、で実際に機関の中で設定していただく登録担当者という方からそのシステムを操作して証明書の発行の処理をしていただくと。で学内では証明書をこんなふうに使いたい、こういった証明書が欲しいという要望が上がってくると思うんですけれども、その要望の受け手を登録担当者に一括でしていただいて、こちらの証明書自動発行支援システムを使っていただく。でこの発行支援システムから直接利用者の方に、利用管理者の方に証明書が配布されますので、そこで適宜サーバーに入れるですとか、各個人にクライアント証明書を配布するですとか、そういった形で分けて使っていただくといった形になります。ですので、その証明書自体の発行の申請ですね、そういったものはですね、学内でしっかりお受けいただいて、そういった審査の業務ですとか、そういったところをですね、だいぶ肩代わりしていただくことで、非常に効率化を進めた全体のサービスというふうになっている状況です。ここで出てきます機関責任者と登録担当者という用語は後でも出てきますので、ちょっと覚えておいていただければと思います。旧プロジェクトとの際です。旧プロジェクトではですね、申請というのを機関責任者、
課長もしくは准教授以上という方なんですけれども、その方からしていただいていたんですが、新しいサービスでは機関の長から、機関の長と申しますのは大学であれば学長ですとか、そういった方に当たります。必ず機関の長から申請をしていただくようになっている。で、費用については何度申し上げました通り有償になっている。で、発行できる証明書の種類が増えておりまして、Q さんプロジェクトからは大幅に増えていると。で、ドメイン数についても原則1つであったものが複数の申請が可能になっておりますが、機関が保持または管理するドメインであることというふうに、ここではちょっと簡単に書いておりますけれども、こちらのサービスの規約の方にはしっかりと書いてございますので、ご確認をいただければと思います。とにかく、まあ、機関が保持または管理しているようなものであれば複数が使えるようになっていると。旧プロジェクトではサイネットへの加入というのも必須とさせていただいたんですけれども、新サービスでは必須ではないというふうにさせていただきました。で、その代わりといってはなんですけれども、申請は機関の長から行っていただくように変更になっております。それから署名アルゴリズムですね、シャー1とかシャー2とかそういったものですけれども、旧プロジェクトではシャー1のみであったのが、新サービスではシャー1とシャー2のシャー256、こちらでも使えるようになっております。こういったところが旧プロジェクトとの差異として挙げられるものです。サービス利用料金ですね。これに、この定額のご料金を負担いただくことで、サーバー証明書、クライアント証明書、コード証明用の証明書が毎月制限なく発行することができるようになっております。で、初めの数年はクライアント証明書とコード証明用の証明書を無償で提供させていただく予定なんですが、数年後に価格の改定がある可能性がございます。発行実績に応じて、その個別ではなくて全体でどのぐらい使っていただいたかという量に応じて、こちらの再調達を行うんですけれども、その時の金額に変更が出る可能性がございますので、数年後に改定の可能性があるというふうにお考えいただければと思います。で、一番上のところにですね、右上ですね、構成因数と書かれております。こちらですね、申請をお受けする段階でちょっと間違って出していらっしゃる方が多かったんですが、こちらですね、常勤の教員と研究者数の合計ということになります。学生ですとか事務の職員ですとか、そういったところは含まない数になります。で、この中でもし間違えちゃったということがございましたら、お戻り次第ですね、すぐご連絡をいただければと思います。で、また、金額について、利用料金についてどこかに明示されているのかという質問をよくいただくんですけれども、これは、こちらのサービスの利用最速の方に書かれてございます。最速の方で定めて、記入しておりますので、そちらをご確認いただければと思います。で、料金計算の例、簡単に見せいたしますが、先ほどの金額は税別でございますので、例えば、構成数が601人から800人で1ドメイン、年度初めからの利用ですと、定額の6万円に税をかけて64,800円となります。で、また年度途中からの利用になりますと、それまでに経過している月の分は割引いたしまして、残りの月数ですね、例えば6月から利用であれば残りが10ヶ月ということになりますので、料金の12分の1、1ヶ月分かける10ヶ月分に税額ということになります。で、また同じく構成員数が601人から800人でドメインを3つ登録していた場合、3つ登録していた場合ですと、追加ドメインの料金は先ほどお見せした通り2万円、一律2万円となっておりますので、その数が追加のドメインの数分、3ドメインですと追加ドメインは2つということになりますので、このように計算に乗ってくるということになります。ということで、新サービスへの移行ですね、サービスへの参加申請は随時受付中でございます。で、サーバー証明書は1月から発行しておりまして、コード証明の証明書とクライアント証明書は2015年の4月から発行を行っております。
サービス利用の更新なんですけれども、これは年度ごとに必ず、年度末ぐらいに各機関の責任者様に確認をさせていただきます。これからも、来年度もご継続いただけますかということで確認をさせていただきます。放っておくと毎年必ず請求が来るということではございません。必ずご確認をさせていただきます。請求書を発行しまして、それに基づいてお支払いをいただくことになりますので、自動の引き落としなどはございません。で、請求は年1回、先日請求書を送らせていただいたんですけれども、月払いではなくて年額の額を年1回ご請求、請求書に記入して送付をさせていただいております。また新サービスの利用期間数が241、ドメイン数は328となっておりまして、およそ 90% の期間が旧プロジェクトから新サービスへ移行していただいております。皆様のご協力をもちまして、早い段階で 90% の期間に移行していただくことができました。ありがとうございます。で、現在の発行状況です。1月からサーバー証明書を発行しておりますが、すでに4000枚超、延べ枚数、有効数で4000枚超となっております。順調に移行が進んでいるのではないかと思っておりますが、旧プロジェクトでの有効数というのが大体1万枚程度でしたので、これから、さらに発行して、今月中に作業していただくことになるかと思うんですけれども、現在の数字ですと4000枚超、このぐらいの枚数が新たに新サービスでの発行がなされているという状況です。で、証明書の発行状況でクライアント証明書とコード証明用の証明書もちょっと、集計書をしてみました。4月からですので、初めの1、2、3月0になるんですけれども、クライアント証明書がですね、大体今のところ80枚ちょっとぐらい発行されております。各機関で、お試しいただいている状況にあるのかなと思っております。コード証明用の証明書についてはですね、現在8枚となっておりまして、まだ、試しの段階に、あると思うんですけれども、こちらもですね、どんどん発行して使っていただければと思います。で、新サービスの今回はお話なんですけれども、旧プロジェクトへの注意をちょっとさせていただきます。で、旧プロジェクトなんですけれども、6月の30日をもって終了いたします。で、旧プロジェクトで発行したサーバー証明書なんですけれども、こちらはですね、7月1日で全て失効いたします。全て失効いたします。で、ということで、1日以降ですね、旧プロジェクトでの証明書を使用しているサーバーにアクセスした場合、ブラウザに警告が表示されてしまいます。ということで、情報センターの電話が鳴りやまないみたいなことにもなるかと思いますので、ご注意をいただいてですね、早め早めに、処理をしていただければと思います。残りはわずか19日しかございませんので、お早めの作業をお願いいたします。ということで、次のスライドからですね、新サービスの詳細のお話をさせていただきます。発行可能な証明書は、お伝えしております通り、サーバ証明書、クライアント証明書、コード証明用の証明書、でシャワーシャツ、証明書双方を発行することができるようになっております。で、現在は過渡期の真っ最中にあると思うんですけれども、こういった、ここに掲げたようなことも言われておりましてですね、ちゃんと、時期を定めてシャツへの全面移行というのを進める予定でおります。で、現在は今申し上げました通り過渡期でございますので、シャワーシャツ4の証明書が発行可能になっております。で、これで3つのプロファイルを準備しておりまして、まずはシャワー1のもので、有効期間が2016年の12月までのもので、もう一つシャワンで有効期間が2015年の12月までのもので、3つ目がシャー256シャー2の有効期間が25ヶ月で設定されているもの、一番上はシャワンの証明書はもうここまでということで設定されているものなんですけれども、2番目クロムの対応になります。クロムですと、今一番新しいバージョンだとすでにそうなっていると思うんですが、2015年の12月末日を超える証明書を使う、シャワーの証明書を使っているサーバーにアクセスすると、左上、アドレスバーの左ぐらいに警告のようなマークが表示されるようになっております。で、これが出てくると、教育上、それから見た目上にもあまりよろしくないということでですね、そういうのが出ないように2つ目のプロファイルというのも設定をしております。
で特に環境さえ許せばですね、シャツ社員56のものをお勧めしておりますが、ケアの事情でいろいろ当然あると思いますので、動作環境ですとかそういったところをご勘案の上、適切なプロファイルを選択していただければと思います。申請時に選択することができるようになっております。で発行可能な証明書、サーバー証明書ということでですね、これも、皆様よくご存知のものかなと思います。サーバーにアクセスすると、ブラウザのどこかに鍵のマークが出てきていて、ちゃんと通信が暗号化されていたり、その、こちらで出す、OV の証明書ですと、どこそこの、発行も、どこそこの大学にちゃんと発行されている証明書だというのも見れるようになっておりますので、そういったところがちゃんと見れるようになっている証明書であると。で利用可能なウェブサーバーということで、これらを、皆様にお示しさせていただいております。でなんかやたら古いのがあるじゃないかという話もあるんですけども、必ずしも古いものの利用を推奨しているわけではございません。ですが、旧プロジェクトのですね、証明書の利用状況を見ますと、相応の数、古いものも使われているということで推奨するわけではないんですけれども、ちょっと切り落とすには多すぎるということで、サポートさせていただいた上でマニュアルの提供などをさせていただいております。でもう一つ、公式にはサポートしておりませんが、エンジン X、 これを、事例集に手順を掲載しております。ご提供しているアパチのマニュアルと読み替える形での提供をしておりますので、こちらでも、動作させてみていただければと思います。もし余力がございましたら、ちゃんと動きましたというご連絡をいただけるとありがたいです。利用可能なブラウザについてもこのようになっております。旧プロジェクトからは少し新しめになっております。でちょっと注意していただきたいのが一番下ですね、携帯電話のブラウザの対応になっております。これはですね、そろそろ、普通のいわゆる普通のガラケーの対応になるんですけれども、そういったものも、利用している人は少なくなってきてはいるけれども、一定数いるということで、問い合わせがありましたらですね、機種リスト、動作する機種のリストを提供しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。でもう一つ、クライアント証明書ですね。こちらですと認証の例だけを出しておりますけれども、例えば A さんに対して発行されたクライアント証明書、この証明書は僕しか持ってないよというふうに書いていますけれども、その人だけが持っているということになる証明書ですので、ウェブのシステム等でその証明書を持っている人にこの操作を認可するというふうなプログラムがなされていれば、ちゃんと動作するといったものになります。イメージとしてはこんな感じで見ておいていただければと思います。でこちらは新しいもの、新しくご提供するものですので、ちょっと用途ですとかいろいろご説明させていただきたいんですが、まずは活用と題しまして、用途ですね、先ほどお見せしたような認証、それから署名、そして暗号化ですね、メールの暗号化なんかが典型的な例ですけれども、そういったものにも使えるようになっています。でこちらからの証明書をご提供するんですけれども、配布の形態ですね、配布の形態、これは、クライアント証明書という一言で言いましても、利用用途というのは、利用方法というのは様々なんですけれども、 NI では発行サービスまでをご提供しておりまして、そこ以降の利用の仕組みというのは各機関で、内情にももちろん合わせて構築をしていただく必要がございます。で多様な利用の形態が当然あるかと思いますので、それらに対応できるよう、配布の形態についても、例えばユーザーごとに1枚ずつ限定であるとか、それかユーザーが申請すれば端末ごとにちゃんとそれぞれ出してあげるとか、そういったことが選択できるようになっております。これは期間内の定められたルールで、そのようにしていただければいいということです。それから利用の形態ですね、これもいろいろありますが、例えば端末インストア、典型的な例ですとブラウザにインストールしておくですとか、それから IC カード、USB トークン、SIM カードなんかに入れておく方法、それからフェリカと連携する方法というのもございます。で、利用の詳細については明日にもセッションがございますので、そちらで詳しいお話を、特に一番下のフェリカのお話なんかもさせていただく予定でおります。ここでは明日セッションがございますので、あまり深くは触れません。
それから発行単位、これもシステム的ではなくて機関のルールということで設定していただければいいんですけれども、ユーザーごとに出す方法ももちろんできます。大学の担当者を経由して申請して利用者が個別に受け取る方法もございますし、一括で大学の担当者がまとめて申請して受領し利用者に配布、 IC カードへの登録なんかもできるようにしております。ID管理システム、それぞれのものがあると思いますので、機関のコンテクストに合わせて選択していただければと思います。発行の方法についても選べるようになっておりまして、これ P12 一括個別というふうに書いておりますけれども、これはあの PKCS シャープ12のファイルとして取得する方法、ファイルとしてもらって、でそれを、まあサーバーに置くですとか、それから、各人がファイルとして持っているので自分のブラウザにインストールする、他のものにインストールするといった使い方ができる方法、それ、これが個別で一括で担当の人が受け取っていろいろ設定する方法、両方取れるようになっております。もう一つ、ブラウザ発行、ブラウザにだけ入れておけばいいというものであれば、もう直接ブラウザにインストールしてしまえばいいので、ブラウザでですね、ウェブエンロールとか、そういう方法らしいんですが、ブラウザに直接インストールができる方法についてもご提供しております。利用可能なブラウザ機器についてはこのようになっております。ブラウザはもちろんのこと、スマートフォンの、対応もしております。でこれらすべてにインストールマニュアルをちゃんと提供しております。 PKCS シャープ12のファイルを取得してファイルをもらって、それをどういうふうにインストールすればいいのかという方法、それからブラウザ発行については IE のおよび Firefox のみなんですけれども、ブラウザ発行、ブラウザに直接インストールする方法でも取得ができるようになっております。バージョンはスライド上部に準ずるものになっております。もう一つ、クライアント証明書、署名、メールの署名で SMIME として使うこともできるようになっているんですが、利用可能なメーラーはここに挙げたようになっております。これについてももちろんインストールマニュアルをご提供中です。次がコード署名用証明書のお話になります。証明書を発行しまして、例えば大学が作ったプログラムですとか、それからまあ学生が実習で作ったアプリケーション、何でもいいんですけれども、そういったものに署名を行って、で利用者からはちゃんとどこそこ大学の作ったプログラム、どこそこ大学の作ったアプリケーション、ちゃんと署名されているから安心して使えるといったことが確認できるような、そういった使い方ができるものですが、これについてもここに挙げました通り利用可能な形式というのが設定されております。非常にまあいろいろあるんですけれども、これらもですね、利用マニュアルを提供しておりますので、必要なものを適宜取得して使っていただければと思います。先ほどお見せした通り、あまり発行数がないようなんですけれども、こちらもですね、ぜひ使っていただければと思います。でスマートフォン用のアプリケーションですと Android 用のみが書かれておりますが、iOS の方はデベロッパープログラムでちゃんと証明書が配布されるようになっているようですので、こちらではとりあえず Android 用というものだけが使えるように設定されております。でこれらの証明書なんですけれども、先ほど申し上げました通り登録担当者が発行する証明申請を受けて発行の処理をすることができるようになっております。で発行の権限というのがちゃんと設定されておりまして、で2015年から1月から3月にサービス利用開始した期間の登録担当者、この時はまだコード署名用の証明書とクライアント証明書は発行できなかったんですけれども、4月1日付で3種類すべての証明書の発行権限を付与させていただいております。で今後はですね、申請書の申請書にチェックを入れて、この証明書とこの証明書を出せるようにしてくださいというふうに明示的に設定できるようになっておりますので、今後も明示的に不要としない限りは3種類の発行権限が付与されているものというふうになっております。今後は申請書で権限の要不要も確認できるようになっておりますので、この登録担当者はサーバー証明書だけ、この登録担当者はクライアント証明書だけ、この人は全部できるといった設定ができるようになっております。でここからはですね、サービス関する各種申請についてということで、まずは書面、紙でのやり取りが必要なものからということです。
すでにお聞きいただいている方にはすでに利用の申請を終えられた方というのも多いかと思いますので、適宜端折りながら進めさせていただければと思います。まずはサービスの利用申請ですね。いくつかの書類を作成していただいた上でサービス窓口の方でメールでまず電子版を受領し、それを確認した後に紙ベースの書類をお願いしますというご連絡をさせていただきます。でなぜこういった面倒な手順を取らせていただくのかというと、書類やですね、先ほど申し上げました通り機関の長の申請をいただきますので、記名と押印が必要になっております。で印を取った後にまた修正してくださいとお伝えするのは非常に申し訳ない。で申請側からしても手戻りが発生してあまりよろしくないということで、必ずですね内容に不備がないかどうかというのを確認させていただいた上で書類を郵送してこちらで紙でいただくというふうにさせていただいております。で今申し上げましたけれども、機関の長の印が必要ですので、これから申請を考えていらっしゃるという方がいらっしゃいましたら、その印の取得までにかかる時間というのも勘案の上、スケジュールを設定していただければと思います。で次がドメインの申請になります。サービス利用申請に加えてドメインの申請が必要になっています。でドメインは追加と削除ができるようになっておりまして、まずは、ドメイン申請のドメイン申請時の注意なんですけれども、初回のサービス利用申請時にドメインを1つ以上合わせて申請していただくこととしております。でもうすでに利用いただいている方にも追加でいくつもドメインを申請していただくことができるんですけれども、ここでご注意いただきたいのが、追加するドメインの組織名、証明書に O イコールで入るんですけれども、これはサービス利用申請書に記入したものと同じものが入るようになります。ですので例えば NIA ですと国立情報学研究所で申請しているので、他のいろいろなプロジェクトのドメインを申請したとしても、その組織欄には国立情報学研究所の名前がちゃんと入るようになると、そういったふうにお考えいただければと思います。ということで、例えばですね、最初に大学で入っておいて、さらにその包括するような学校法人を足したいといったような時には、かなり面倒な手順が必要になる場合がございます、なりますので、ですね、あらかじめそういったところもご勘案の上申請をいただければと思っております。ドメインに含まれる範囲をよくご質問いただきますので、このように書かせていただきました。ドメインは1つ、ドメインネーム .ac.jp というふうに書いておりますが、これに一番左にドットを置いて、さらにその左側にいろんな文字列ということでサブドメインを割り当てることができると思うんですが、これらもですね、すべて1つ登録していただいたドメインの範疇に含まれますので、サブドメインでいくつ証明書を発行したからこれだけの金額ということではなくて、あらかじめ設定している金額の中にすべて含まれております。で追加ドメインについても同様です。ですので、サブドメインでもちゃんと使えるということで周知していただいて、どんどんご利用いただければと思っております。一つだけご注意なんですが、ワイルドカード証明書というのは現在は発行できないこととしております。でもう一つ、確認実施手順調査票というのがございまして、これも電子的な証明書でございますので、適当に発行するわけにいかなくてですね、さまざまな確認作業というのが必要になります。それをどのような手順で行われるかを、まず期間内で定めていただいて、それをこちらで受け取ってチェックするといったことをやらせていただいております。そのための調査票です。ちょっと内容については細かいご指摘をさせていただいたこともあるかと思うんですけれども、そういった位置づけのものですので、必ずですね、こういったもの手順をご提出いただいた手順を守って発行をしていただければと思います。でご登録いただいた各種情報なんですけれども、当然担当者が交代したりですとかで変更の申請というのもできるようになっております。変更申請もできるようになっております。でまず変更申請書というのがございまして、変更届と変更申請書というのがあるんですけれども、変更申請書の方ですと機関の情報の変更ですとか責任者の交代、区分の変更などなど、こういったここに挙げさせていただいた場合にご提出いただくものになります。
で、機関情報の変更ということで機関の名前も変更させて、変更することができるんですが、英語名を変更するという場合にはケースによっては発行済みのすべての証明書を失効する必要がありますということで、この申請をされるときには、まあ、こちらの方と重々ご相談をさせていただいた上で作業させていただければと思います。でもう一つ、ドメイン申請書に登録担当者の名前を書いていただくんですが、その記載内容を変更するために使っていただくのが変更届、登録担当者情報変更届でございます。ここに挙げさせていただいているような追加ですとか削除ですとか内容の変更、それから申請できる証明書の種類の変更ですね、そういったものがある場合にお出しいただくものになります。でここまでが書面によるやり取りが必要な各種申請書になります。でここからが証明書発行申請についてということで、サービス利用の承認が下りると電子証明書の発行申請ができるようになっております。でここからですね、支援システムと略すんですが、このウェブベースの電子証明書自動発行支援システム、これを介したやり取りということになります。これを操作できるのは登録担当者だけです。で電子証明書自動発行支援システム、電子証明書の発行更新執行の申請ができるようになっています。また発行済みの証明書に関する情報の取得ができるようになっています。また発行済みの電子証明書に関する情報、例えばこの証明書を使うのは誰さんです、このメールアドレス、この人のメールアドレスはこれですといった情報も一緒に入れていただくんですけれども、まあ、当然その方が変更になるという場合もございますので、その宛先ですとかお名前ですとかも変更できるようになっております。ですので、まあ、申請ですとか変更申請ですとか名前は似ているんですけれども、システムを介するものですとか紙ベースのものとかいろいろ設定されているということで、ちょっとご注意をいただければと思います。で登録担当者用の証明書の取得の手順、こういった形で設定をしております。でまずはシステムから自動でメールが通知されて、そのメールにこちらの事務局にですね、ご連絡くださいというふうに書かれておりますので、ご連絡を、アクセスピンを取得したいんだけどもという、電話で連絡をしていただきます。で本人確認でいくつかの、質問をさせていただいた後に、ファックスもしくは郵送で、メールとは別の経路でお送りしなければなりませんので、ファックスまたは郵送でアクセスピンの通知をさせていただいております。で現状、郵送でもできるんですけれども、連絡のあった登録担当者のほぼ全ての方にファックスでピンを通知させていただいております。最近ファックスはめったに使われないからか、故障していたりですとか繋がらなかったりといったことが何件もございます。ファックスは必ず動作する状態にしておいてくださいますようお願いをいたします。でこの証明書の発行更新執行の申請では TSV のファイル、 TSV ファイルというのを使っていただきます。で TSV ファイルといいますのは、あまり聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、タブ区切りのシンプルなテキストファイル形式です。単純タブで間が区切られている、 CSV だとコンマで区切られておりますが、 TSV はタブで区切られているだけのものということになります。でそれぞれ、発行更新執行用の、発行申請、執行申請、更新申請用の TSV ファイル、フォーマットが異なっておりますので、ウェブサイトもしくは操作手順書にしっかり明記してございますので、そちらでご確認をいただくようにお願いをいたします。でもし申請がうまくいかないときの問い合わせなんですけれども、この TSV ファイル自体をこちらにいただけると、ここを直してくださいということも簡単にいただけ、ご案内することができますので、そちらもご検討いただければと思います。で発行更新執行なんですけれども、サーバー証明書、クライアント証明書、コード証明用の証明書、それぞれに発行更新執行申請ができるようになっています。で、ある主体者情報に新たな証明書が必要になった場合、新しく証明書を発行する必要がある場合、発行申請を行います。で、一度でも使用した主体者情報を再使用する場合、それが有効であるか失効でされているかにかかわらず、更新の申請というのを実施していただきます。この場合は更新の申請ということになります。で証明書の利用を終了した、秘密化が期待化したなどの場合には執行申請を行っていただくようになっております。でこれが通常の発行の処理になります。
ります。システムで操作していただいて、メールで通知が飛ぶぐらいのものですね。で執行も基本的に、ファイルの中身が違うだけで、執行の処理というのがアップロードした時点でできるようになっております。で更新の申請だけが少し複雑なんですけれども、矢印が非常に多くなっているんですけれども、これは、発行と執行の組み合わせであるというふうにお考えください。上半分が発行の操作、下半分が執行の操作。で更新で新しい証明書を受領した人が置き換えが終わりました、サバ証明書の置き換えが終わりましたという連絡を受け次第執行の処理をしていただくと、こういったところが、更新の処理ということになります。発行と執行の合わせ技であるというふうに覚えておいてください。でクライアント証明書の発行の詳細については明日ご案内がございますので、明日のセッションでご案内がございますので、そちらで詳しく説明をさせていただきます。でせっかくの機会ですので、よくお問い合わせをいただくエラーですね、これについてもご説明をさせていただきます。発生件数の上位6位までをご案内させていただきますが、これでですね、問い合わせいただくようなケースの大部分をカバーできますので、ちょっとお聞きいただければと思います。エラーコード、エラーメッセージの形で TSV ファイルを投入した後の画面で利用者に提示されるようになっております。でまずは指定した DN はすでに存在していますということで、先ほど申し上げましたけれども、一度でも主体者 使用した主体者 DN を用いて新規発行した申請した場合に出ます。でこの場合は更新申請を行う必要がございます。でもう一つ、主体者 DN の L の値が規定のものではありませんということで、Q プロジェクトではですね、L イコールアカデメ2と設定していたんですけれども、新サービスでここが変わっておりまして、L イコールアカデメと設定しております。こちらもですね、うまくいかないんだけどという問い合わせを非常に多くいただいております。ここもご注意をいただければと思います。また、3つ目、入力必須項目というのが埋まっていない場合、これも、非常に多く出ております。フォーマットをご確認いただければと思います。また項目数が不正ですというふうに出てのエラーもこれが4番目に多く出ております。で TSV ファイルの項目数列数が単純に誤っているという話なんですけれども、これがですね、文字コードが誤っている場合にも出ます。基本的には S 字なんですけれども、これを間違った形式で等の文字コードで投入すると、改行なんかを正しく認識しないで列数が誤っていますというふうに、項目数が誤っていますというふうにエラーが出ますので、こちらもご注意いただければと思います。で期間名、申請者の所属期間名ではありませんということで、期間名が登録されたものと一致していない場合がございます。ウェブサイトで確認できるようになっているんですけれども、今回は新しくすべて登録いただいたんですが、英語の名称にもですね、例えば何々法人の名称が入っているとか入っていないとかで、これは統一されておりません。申請時の、申請いただいた形式でちゃんと記入するようになっておりますので、必ずご確認をいただく必要がございます。大文字小文字も判断いたしますので、そちらもしっかり見ておいていただければと思います。でもう一つ、有効な証明書データがないため更新できませんということで、これは更新元の証明書の指定が誤っているんですけれども、でシリアル番号が誤っていることが多いんですが、困ったことにですね、発行済み証明書の一覧を Excel で読み込むと、シリアル番号という桁数が非常に大きいので、末尾4桁が丸められて0になってしまう、0で置き換えられてしまうということがございます。これもですね、Excel の仕様なのでしょうがないんですけれども、こちらもご注意をいただければと思います。品質するエラー6種類ご案内させていただきました。これからウェブの方でもですね、こういった品質エラーについてはご案内させていただく予定ですので、適宜ご参照いただければと思っております。でマニュアル類、いろいろ、操作の手順ですとか、発行できる証明書インストールの手順などがございますが、これらもすべて、マニュアル類の整備ということで、ご提供をさせていただいております。すべて、UPKI のウェブサイトからダウンロードできるようになっております。で一つだけ、各機関内に合わせた形でマニュアルを提供したい場合というのも当然あると思うんですけれども、こういった需要はあると思います。で、ウェブでは PDF で公開しておりますが、お問い合わせいただければ個別にワード版もご提供できますので、ご相談いただければと思います。サービスのご案内についてはここまでなんですが、一つだけ皆様にお知らせをさせていただきます。
UPK 電子証明書発行サービス利用機関に対して、証明書発行元であるセコムトラストシステムズより EV 証明書が有償で提供されます。こういったご提案をいただいております。EV、より堅実な機関の実在性確認審査などを経て発行される法人向けのサーバー証明書というふうにお考えいただければいいんですが、そういったものがですね、ご提供をされるようになっております。ご希望の機関にはセコムトラストシステムズより提供された申請ガイドを送付いたしますので、こちらのメールアドレス宛てにお問い合わせをくださいますようお願いいたします。非常に、このサービス利用期間だけの特別価格ということでご案内をいただいておりますので、ぜひご利用いただければと思います。証明書発行サービス概要についてご説明をしてまいりました。明日はですね、特にクライアント証明書、それを受け取ってどう使っていったらいいのか、これについてセッションが設けられております。すでに満席となっておりますが、登録いただいた方には明日のセッションも楽しみにしていただければと思っております。お困りのことがございましたら下のところの連絡先までご連絡ください。ただし、サービス利用機関または利用予定機関の機関責任者もしくは登録担当者からなるべくご連絡くださいますようお願い申し上げます。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。